本日駆けつけてくださいました皆様です。どうぞよろしくお願いいたします。それではまずはお一人ずつご挨拶をお願いいたします。はじめに仮面ライダービルドの皆さんからお願いいたします。では犬飼敦弘さんお願いします。夜は焼肉っしゃー、佐藤太郎役の犬飼敦弘です。よろしくお願いします。佐藤太郎ちゃうやんけ。改めまして桐生選択の犬飼敦弘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。続きまして赤楚衛二さんお願いします。はい、仮面ライダークローズ、あとヒロインの万丈龍河役を演じさせていただきます。ヒロイン、ヒロイン、ヒロインよ。あ、赤楚衛二です。今日は楽しんでいただけたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。高田果歩さんお願いします。みんな盛り上がってるかな。皆さん盛り上がってますか。イエーイ、磯崎美空役高田果歩です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。滝ゆかりさんお願いします。いや、びっくりしました。さっき裏で3人が何か打ち合わせしてると思ったらそういうことだったんですね。ずるいよね。もう何にも用意してない。ずるいですよね。滝川さん役の滝ゆかりです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。三上健生さんお願いします。よろしくお願いします。役名なんだっけな。氷室玄徳。あ、すいません、すいません。氷室玄徳役の三上健生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。びっくりしました。とうとうのガスをまとっていらっしゃいましたと思いましたが本当に良かったです。ありがとうございます。では続きまして仮面ライダーエグゼイドの皆さんにお願いしたいと存じます。飯島ひろきさんお願いします。はい、久しぶりにノーコンティニューでクリアしてやるぜ。はい、仮面ライダーエグゼイド北条夢役の飯島ひろきです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。瀬戸俊樹さんお願いします。はい、今の俺は負ける気がしねえ。おい、それ俺やんけ。あ、違う、ちょっと滑ったね。ちょっと滑ったな。仮面ライダーブレイブ鏡入れ役の瀬戸俊樹です。お願いします。よろしくお願いします。松本右京さんお願いします。てめえらフルボトルをよこせ。仮面ライダースナイプ誰誰だよ。ああ、そうです。誰だよ。ちょっと、ニコに髪を切られちゃいました。切ったら白いのなくなるんだね。もう黒染めもちゃんとしました。あ、黒染めしたらね。はい。構成しましたね。花屋大河です。よろしくお願いします。あ、松本京です。お願いします。よろしくお願いします。岩永哲也さん、お願いします。皆さん、モルモットですか。待たせたな、会場のモルモットどもそうだ、ダン・クロート新役の岩永哲也です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松田瑠香さんお願いします。日朝のときめきは日朝最後のヒロインことポッピーピポポポカリナアスナ役の松田瑠香です。いるよ。じゃあここはね、日午前ってなんかね松本なんか言ってたねね、日午前っていうあれに変わってるの。ちゃんと SNS、はい、SNS チェックしなさい。はい、すいません。チェックしなさい。よろしくお願いします。日午前。よろしくお願いします。小野塚隼人さん、お願いします。はい、仮面ライダーレーザー九条桐役の小野塚隼人です。約1ヶ月ぶりぐらいですかね。この衣装と白衣に袖を通して。どうしたの？まあ、袖は通してないですけど、白衣は、ね。めっちゃ真面目。うん、白衣それ肩かけてるだけなんですけど。まあ本当にまたこうやって、皆さんと帰ってこれたなと、何人がいっぱいいるから挨拶は短くして。あ、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。黒崎玲奈さんお願いします。はい、心がありがとうございます。パラドじゃないんですけど絶句してるよ。目の前でやられて絶句してるよ。思いっきり今俺それやろうと思ってたんだごめんねごめんね。裁判に子役の裁判に子役の黒崎玲奈です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。海翔馬さんお願いします。俺の心をよかった。はい、仮面ライダーパラドックスパラド役の海翔馬です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。最後に上堀内和也監督お願いいたします。この作品の監督を務めました上堀内です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さて本日はステージ上の皆さんの他にも駆けつけてくださった方がいらっしゃいます。劇場版のゲスト最上海星を演じられました大月啓司さんです。ステージへお越しください。どうもこんばんは。最上海星を演じました今ものすごく喋りにくい、大月啓司です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。今一度大きな拍手をありがとうございます。それでは大月さんにもお越しいただき皆様お揃いいただいたところでこれより私より質問させていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。さあまずは犬飼さんそして飯島さん伺ってまいります。はい、ビルドチームエグゼイドチームが公の場でこうやって勢ぞろいするのは今日が初めてということですけれども一同が返した心境いかがでしょうか。人が多いですね、うん、一クラスぐらいできますよね。できますね、うん、でもなんか本当に、はい、先輩がいらっしゃるんで今日はものすごく心強く緊張することなく立つことができました。でもなんか心なしかそっち側の方が大人っぽい感じがするんだよねなんか僕らの子供みたいな平均年齢高めだからねそう平均年齢ね高いね。いやいやいやまあでも先輩と後輩と皆さんはどうですか一度に会った姿をご覧になって本当に嬉しく思います。ありがとうございます。